とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこれ。覆われた怒りについて少し話していきます。最近、マルチプレイでよく見るようになってきたよね。覆われた怒り。で、ちょっと今日は覆われた怒りのスキル、そして使い方についてちょっと説明していければと思います。では、まずは、スキルですね。覆われた怒りの理想スキルなんですかっていうコメント、今まで3、4回ありましたけども、これはね、個人的な意見も入ります。絶対必要なのが、俺はリフレッシュだと思います。リフレッシュは絶対に欲しい。で、耐久を2つ入れときたいのよ。覆われた怒り。まあ、1つはリフレッシュ。で、もう一つをガードストライク、もしくは吸血だね。このどっちかを、耐久用として入れておきたいところ。三つ入れてもいいかもしれないね。リフレッシュ、ガードストライク、吸血。うん。耐久三つでも全然ありだと思います。まあ、耐久はそんな感じで。あと、攻撃系のスキルだね。攻撃系で、俺のおすすめとしては、虚無。そして、クリティカル、アーティファクトシナジー。で、ダイナモと、追い打ちも、まあ、ありかな。まあ、それぐらいですね。一番のおすすめは、アーティファクトシナジーかな。アーティファクトシナジーが俺は一番好きです。で、続いて、ダイナモ、虚無あたりも好きだね。特に虚無は、ちょっと使い方が難しいんだよね。虚無を入れて、怒りを使うと、毒ダメージがね、めちゃくちゃ増えるのよ。特にこの、ドラを入れて毒ダメージを入れると、毒の最大ダメージ、2400万が、3回出るのよね。もう、大体のやつこれで倒せるんで、虚無は俺結構おすすめします。でも、結構ね、この、一発で倒していくっていうのが重要になるので、虚無が活躍するのは、HP が高めの、まあ、防護を入れてるやつとか、あとボスとか、そのあたりに効果的です。うん。まあ、アーティファクトシナジー、ダイナモ、虚無。これが、俺のおすすめの攻撃スキルかな。これが二つぐらい入ってればベストじゃないでしょうか。攻撃スキル2、防御スキル2。これがね、エンチャントでは理想だと思います。それでは次、使い方だね。マルチでよく見るのが、こんな感じの使い方です。キノコを食べて攻撃する。まあまあ普通の武器はこれでいいよね。これが正しい使い方だと思います。でも、怒りはね、若干違って、これじゃあちょっとね、攻撃が遅いのよ。遅いんで、どうしても火ダメが多くなるので、使い方、怒り若干違います。説明すると、攻撃をしますよね。で、その後に、羽で、最後の硬直を、キャンセルします。で、戻ってきたところでもう一度攻撃、っていう方法ですね。で、羽を使った後に、クールダウンショットが効いてる弓、それを、一発撃って、攻撃。そうすると、無限に、羽を使っていくことができるので、こういう使い方をやっていきましょう。若干難しいよ。攻撃して、羽弓攻撃、羽弓攻撃。なかなか忙しいです。成功すると、こんな感じになりますね。結構慣れが必要なんだけども、これで、通常の 1.5 倍の速度で攻撃することができます。し、羽でぴょんぴょんしてるので、火ダメもね、軽減できるので、すごくおすすめです。この使い方、慣れるようにしてください。そして最後にアーティファクトだね。アーティファクトは、羽、キノコ。この二つは絶対必要。羽、キノコ。で、残りの一枠は、俺はね、ドラ、もしくはアイアンハンドアミュレット。どっちかでいいと思う。うん。まあ、基本的に俺はドラをおすすめするんだけども、場所によっては、アイアンハンドアミュレットでもいいのかな。アーティファクトはそんな感じでやってみてください。では実際、どっかクリアしてみましょう。それでは、
ここに行きましょう。やっぱここがね、サクッとクリアできて、さらにボスまでいるので、練習にちょうどいいです。では行きます。こんな感じで戦っていってください。あ、今はトゲだったね。トゲは結構注意していってください。でもまあ、ガードストライクとか入っちゃうと全然対応はできると思うんで、うん、まあ死ぬときは死にます。死ぬときは死にます。うん、まあ、ポーションバリア入れるとさらに安定感は増すでしょう。うん、リフレッシュはまあそのためのやつだと思うので、こんな感じですね。手元はすごく忙しいです。手元は忙しいけども、ガシガシ倒していけるので、慣れるとすごく気持ちいいですね。普通にね、これだけで攻撃していくと、やっぱ遅いのよ。遅い。なんでやっぱこれで機動力も上がるし、敵の殲滅力も上がっていくので、いいですね。で、弓。弓はショート棒系を用意してください。じゃないと矢が足りなくなるので、ショート棒系が絶対必要です。はい。ショート棒系の無限がついてれば、まあまあまあ、そんな不足することはないとは思うんだけど。うん。まあ一応矢が出てきたら、取って、そうね、300本ぐらいストックしとけば、こと足りるんじゃないかな。あ、ポーションバリアじゃないや。この力のポーション。これがつくと、強くなるよね。あ、あと霊気には、これはちょっと弱いです。霊気が来ると攻撃スピードがすごく遅くなるので、霊気にはちょっと弱いよね。なんで、まあそういう時はうまいこと対応してください。まあ対応って言ってもね、普通に攻撃するしか、もうこのビルドにはないんだけどね。うん。まさに脳筋みたいな感じです。よし。OK! では、ボス行っちゃいましょうか。今回使ってる怒りがこれです。ガードストライク、虚無、リフレッシュ、クリティカルですね。虚無がついてるので、ドラを入れてやって叩くと、毒ダメージで、ゴリゴリ削ります。なので、毒ダメージを基本として戦っていきましょうか。まあ普通にガシガシ叩いてもいいんだけどね。はい。こんな感じで、毒ダメージで、こんだけ減ります。やばいよね。ボス戦では、コムは、めちゃくちゃ使えるから、やってみてください。はい、倒しました。はい、それでは、戻ってきました。今日はですね、これ、覆われた怒りについて少しやってみました。まあ、この戦い方がね、これを、とにかく、マスターするようにしてください。で、あと、エンチャント、アーティファクトは、喋った通りですね。まあ、これは、いろいろ人それぞれあると思うんだけども、俺個人的な意見としては、あんな感じです。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。